東京都知事選挙候補を見ながら、この中で選ばれてほしい候補者を言ってきます。まず皆さんご存知の田上俊夫先生ですね。まあ、この方知ってる方も多いと思いますけど、ちゃんとした人だと思います。で、あと大経連の古賀さんが、この人で反グローバリスト目覚ました人間は統一だどうだかって言ってたのは、暇空さんが言ってることで、この拘禁中枢、これに関しては、要は左翼系の人がもうこのいろんななんとか団体を作って、それでお上からお金もらって、お上を一方で批判ばっかりしてるくせに、お上からお金もらって、その拘禁でいい贅沢をしてるという、そういう仕組み。これは逆に税金を払わないという意味で、なんか慈善団体を作って税金を払えないようにしてるっていう仕組みもあるかと思います。これって、まあ要はアメリカのお金持ちのことを言ってます。はい、このページは田母神さんと暇空さんですね。で、ここは、まあ、このページだと、まあ、皆さん面白いと思いますけど、まあちょっと勘弁してよっていう人もいるんで、いい感じしたいね。まあこの人にたくさん入れる東京都民も多いのかなと思うと、がっかりきちゃうよね。ただね、やっぱり年寄りが入れるんだろうけど、でも自分も池袋とか、この前の日比谷銀座のでも、いろいろ少しでもないけど、ちゃんと参加も見てたけど、結構ね、やっぱり年配者の人がやっぱりああいうの参加するってことは、この人なんかに入れない、目覚めた、お年寄り60、70、80代いかに実は多いかっていうのを思い知らされますよ。ああいうでも行くと年配者も捨てたもんではないです。で、あとね、ここ河合雄介さん、カピバラさんとの YouTube の対談見てて、あ、結構面白いこといい人だなと思って、まあこの人はこの人なりに、まあ、一夫多妻制のこと、まあこれをいろいろ言うなら、それはそれで別にありだとは思いますけど、まあ面白いと思いますね。小池さんなんかよりは私は全然いいと思いますよ、こっちの方が。あと、こういう人とかも面白いのかもしんないけど、なんか言ってることがあんまりピンとこないなって感じします。はい。で、さすがにこの人に入れる人はあんまりいないなとかって、いくらピントがずれた日本人が多い東京都民が多いけれども、この人に入れる人はほとんどいないんだと思って納得しちゃいましたね。まあそこまでひどくないってことでしょう。まあこの辺の人もなんかお金をみんなへとか言ってることが普通だと思いますけど、なんかまあいまいちね、税金は廃止っていうのは確かにいいと思いますけど、なんかやっぱり心に響かないんだよね。で、この人何、橋本さんの後にテレビに出てたのよくわかんないけど、なるほどね。あんまり書いてることが悪質な騒ぎにしそうとか、弁護士だ、医者だから出たから何なのって感じかな。はい。よくわかんないけど、AI メイヤー。わかんない。なるほどね。で、皆さんもご存知の、内海こと内海佐藤さん。あ、この方もいいとは思うんだけど、やっぱりちょっと性格的になんかあるかな。あと、物事が、もう一つ俺もあんまり乗らないな。この人とね、エブニーズスタイルに出たの医者っていうと、ウツミンと、あとヨシリンがいるけど、どちらかというとまだヨシリンの方がいいかなと思ってたけど、ウツミ先生の本も買ったりはしたけど、なんかやっぱりもう一つ人を攻撃しすぎるんだよね。これは違うだなって感じします。で、あと誰がいるかな。あとは、まあね、こういう人たちもなんか言ってることいっぱいあっては面白い感じがするけど、
からさ、5年になるとよくわからない、毎月10万支給、まあ、あそうですかって、まあ悪くはないかもしれないけど、あとドクター中松90歳になっても元気だねっていうか、元気かどうかは何とも分かんないけど、選挙に出てぜひ、まあ90歳でも選挙に出けるってことはいいんじゃないでしょうか。あとね、これこの人女の子だと思ったら男なんだね。なんかポスター見てると女の子みたいに見えたけど、まあでもやっぱりね、ちょっと本当にすごいこと言うと、あの、海星東大、まあこのコースっていうのはやっぱりね、頭いい人、頭いい人なりに、本当の頭いい人ね、やっぱりちょっと見えてるとこが違うから、まあこれはそれで面白いなと思いますよ。ただこういう人たちがで世の中をどこまで変えるかっていうか、あのおばちゃん二人あなりよりは全然こういう人がなったら面白いと思います。で実は今回の選挙で一押しは未来党君谷美月さん、これなんか田中角栄さんの愛人の娘さんかもしれないって言って言われてる人で、本人もよくわからないそうですが、明らかんとしてて、石川さんとね、石川さんってあの YouTuber の石川さん、私も YouTube で1回ぐらいやり取りしたことあるんだけど、この人が党首になって、で実は君谷さん自体も東大出てるってことで、言ってることを正しは本当にこのケズラ法、今までディープステート、あの軍事産業、いろんなお金持ち連中に捉えたお金を取り戻しそうっていうやつですよね。自分の YouTube でも確か5000億円を取り戻すっていうことがあるけど、 YouTube 他社のショートがあるけど、それと同じこと、とにかく日本だと5000億から1兆円で、世界的にも何兆円もお金を取られちゃったやつを取り戻して、ね、一般人に取り戻そうっていうのはすごい正しいことだと思います。そうあってほしいなと思います、この地球っていう星も。で、あとは、なんか面白い人いるかな。あとはね、あと今回、やっぱりちょっと YouTube 的に、動画的に勉強になったのは、この人最初騒がれてる時、なんか結構まともな人かなと思ってたら、要は YouTube とか、で、ああいうちょっと、もてあわされ方したっていうのは、実力というよりも、やっぱり仕掛けがあったんだなと、結局この人も、まあ、自分が俺のイメージだと維新の会みたいな感じで、結局仕込みの人間かっていう感じで、ああいらねえかなみたいな。で結局ね、今回の選挙、小池連邦、石丸あの三強、もしくは玉川さん入れて四強みたいに言われてるけど、そのうち三人はあーあーって感じだもんね。これが今の世の中の流れだからね。まあ、もうすぐ帰らせないと、と。で、その、ちょっと話飛んじゃうけど、選挙は行っても行かない方がいいみたいな言い方する人がいるけど、俺は選挙行った方がいいと思うよ。選挙行ったら行ったってビビるから、天井人の人間は。やべえって思って。いや、これも作戦だと開き直るかもしれないけど、つまり自分たちが変に、仲間内で喧嘩しないこと、一般人同士で喧嘩しない、それが大切だ、ということだから。で、あと、読んでて面白いだなと思った、サバさん、これ絵が面白いからなんだよね。なんかまあ要は子供一人一人に100万円支給っていうのはいいんじゃないですかね。でこれ当然日本人の国籍の子供だけに100万円支給ってしないと、すぐいろんな国籍の人間に乗っ取られていくから、あくまでも日本人の子供だけに100万円支給って形はすごくいいと思います。まあ要はこれしかないから、日本が復活するのは。で、あとはいろんな人が出てるみたいです。で、桜井さん。前回は桜井さんに入れたような気がするけど、まあ、まともな、あの、保守系の人、ずっと地道にやってきたという意味では、桜井さんにも一定数頑張ってほしいかなと思います。というところで、バーって見てて、あと面白かったのは、この竹本秀幸さん。あ、この人、あんた、大阪、朝日新聞出身かよと思うと、そこだけはちょっとムッとしつつも、
あ、なんだこ、選挙自体がインチキだっていうのを書いてる人で、あ、そうなんだ。ずっと日本でも選挙のインチキと改めてやってきたインチキだったんだなっていうのを、この人のこの選挙公報を見て思いました。まあ、選挙っていうのは、さっきも言ったように公平に行われてないかもしれないけど、絶対行った方が、ディープステート、天井人はビビるから、軽く、どこまで本気になるかどうかとは別だけど、選挙には行った方がいい。あと、デモはやった方がいいと思うよ。じゃないと、天井人が舐めてかかるから。じゃあねー。